八田三期不律三中校長時代の八田三期はっ三期は日本の教育者。息子は演出家の八田元と教育者の八田邸に、石川県金沢出身。1888年3月、第四高等中学校補充科2年級に入学。1894年7月、同校本科に部理科卒業。東京帝国大学理科大学数学科に、 入学するも、自らの能力に限界を感じ、東大文科大学哲学科に再入学し、1898年7月、東大哲学科卒業。同年より、新潟県佐渡中学校校長に着任。同校校長時代には、国家と社会が共に進歩していく必要があるとする、社会共生論を解き、北一期の国家社会主義思想形成に影響を、 与えた一人だとされている。1901年、東京府大三中学校の校長に就任。府立一中や四中が上級学校への受験を一義としていたのに対して、発田は三中では厳しいながらも、生徒の自主自立精神を高める教育を実施した。学友会を組織し、生徒の不祥事に対しては、父兄と相談しつつ、罰を科するよりも、 直接業を正す方針を取った。中空愛国教育の実施や、教諭による体罰も日常的に課すなど、スパルタ教育も見られたが、同時に自由との共存も見られたように、この頃の明治人の共通項として見ることができる。不立山中の校風の基礎を築き、同校校長を18年続けた後、1919年に旧正義型高等学校の初代校長となり、 自由、信守、信愛をモットーに、学校発展に尽力した。ありがとうございます。